そして今も在籍している京都、当時も京都だったその京都は、あろうことか加害者が被害者に送ったいじめの内容、犯罪を強要する内容、つまり性的な行為を強要する、そして命を奪うような脅迫的な文言、そういった数々が記された LINE の内容を自らの目で現認しておきながら、いじめはなかった、いじめはなかったと発言したわけでございます。そして校長に嘘の報告をいたしました。まさにこれは公文書犯罪、そして偽証罪、重大な犯罪であることを我々は認識しなければなりません。そして教頭はあろうことか被害者家族に対し、加害者にも未来がある、加害者にも未来があると発言いたしました。このような人物が教職について、そして教員を束ねる管理職を務めている、異常事態としか言いようがありません。今全国的に緊急事態宣言が次々と発令する動きになっております。私はこの北星中学校に対し、教育の異常、教育現場の崩壊、これを提唱するために、学校現場に対し緊急事態宣言を発令すべき、そのぐらいのレベルであることを我々は訴えなければならないと思っております。ありがとうございます、ありがとうございます。この仕事をしない教員たちを我々がチェックをする、そして監視をする、これが非常に大切なわけでございます。なぜ仕事をしない教職員がのうのうと教壇に立っているのか、そして子どもの命を軽視する教職員が教壇に立っているのか、この異常事態を我々は深く理解し、問題意識を持たなければならないと考えております。しっかりと学校現場はいじめがあった場合、適切に対処するしなければならないということが法律で定められております。しかしながら、そういったことも理解できない、そういったことも理解できない抵抗勢力、そして教職員、そういったものらによってこの北星中学校の問題が起きてしまった、起こりうる問題であることを我々は認識しなければなりません。命を軽視し、自分さえ良ければいい、そういった人物が教育現場に横行し、この問題を発言すると、あらゆる抵抗勢力が妨害並びに一生懸命抵抗してくるわけでございます。なぜなのか、自分たちの教育利権、教育現場の利権、教育村を守りたいんです。彼らは子どもたちの命や未来、そういったことよりも自らの既得権益の拡大、そして自らの立場を守ることを最優先させる、これが北星中学校の教員の実態です。北星中学校の教職員がまともであるんであれば、なぜいじめが起きた段階で対処しなかったのか、そして隠蔽をするのか、いまだに説明責任を果たさないのか、しっかりとこの問題を訴えなければなりません。先日とある一般の方が学校現場に対しとある文書を送りました。そうすると学校現場はすぐさま被害届を出し、その文書を送った人物が逮捕されました。これから皆さん分かることは、自らの立場を守るためには真っ先に警察を呼ぶが、生徒がいじめを受けた場合は弁護士や警察を介入させない、これが教職員の実態です。教員の実態です。北星中学校の実態です。自らの立場を守るためには一生懸命動く、しかしながら生徒が苦しい思い、いじめの被害、そういった状況を作り出したけれども、教員たちはそれに対し真正面から向き合わない、これが全ての答えです。起こりうる問題です。未然に防ぐことのできたこの北星中学校いじめ問題、ぜひともこれは教員による過失、はっきり言いますと北星中学校の教師が、あの尊い一人の女の子を、女の子の命を奪った、
そう言わざるを得ません。しっかりと職務を全うしないような教職員を教団から追放しなければなりません。皆さんの大切なお子さん、お孫さん、そして今なお学校に在籍している学生の皆さんも、教職員は自分が困った時に何もしてくれない、これが現状である、これをぜひとも理解していただきたいなと思っております。この腐敗した、腐り切ったこの教育現場を是正するためには、我々がしっかりと仕事をするよう促し、教育現場をチェックをする、教育現場を監視をする、こういったことをしなければなりません。そして教育現場を監督するのが、監督しているのが教育委員会です。しかしながらこの旭川においては、この旭川市教育委員会においては、本来学校現場を指導しなければならない、そういった立場でありながら、自らは学校現場と結託をし隠蔽を行った、隠蔽に加担した、これが答えでございます。この問題が明らかになったのは4月の下旬においては、マスコミやそういった週刊誌の報道に関し何もコメントができない、知らないと白を切ったわけでございます。しかしながら6月において NHK の情報開示請求で明らかになったのが、旭川市教育委員会の上司である北海道教育委員会の方が報告を受け、この北西中学校の問題はいじめの疑いがある、いじめの疑いがあるからしっかりと調査せよ、そういった通達をしていたことが明らかになりました。つまり公文書が表舞台に出てきて、これが記されていたということは、旭川市教育委員会の方が嘘をついていた、旭川市教育委員会が市民に対し、国民に対し嘘をついていた、これが明らかになったわけでございます。このように虚偽罪を平気で犯す、そして公文書改ざんを平気で行う、このような犯罪者ともいえるような行為を平然と行うのが、この旭川市教育委員会の実態です。適切に対処しなければなりません。対処しないんです。このように隠蔽を行った、公文書で引っ張り出されたにもかかわらず、いまだに逃げ回っている、もう言い逃れはできません。 NHK の情報開示請求で全てが明らかになりました。公文書が表舞台に出た以上、しっかりと法の裁きを受け、教育委員会から退場させる、懲戒免職を受けさせる、そういったことをしなければなりません。悪しき前例を作らないためにも、この隠蔽に関わった全ての教員並びに教育委員会に対し処分を与えなければなりません。なぜならば子どもたちを守らなければならない、そういった立場でありながら、自らの立場を守るために隠蔽を行った、そしてマスコミ経由でそれが明らかになった、バレるまではそんなことはないと白を通したわけでございます。このような教育委員会、このような北西中学校の教員たちに、皆さんの大切な大切なお子さん、お孫さんを預けるわけにはまいりません。しっかりと教育現場を改革し、教育委員会の職務怠慢を是正し、そして北西中学校に勤務をしている教員たちの職務怠慢を正さなければなりません。我々の大切な税金で飯を食っている、我々の大切な税金で生活をしている教職員、教育委員会、そういった人たちが仕事をしないでのうのうと過ごしている、そして子どもの命を軽視している、この北西中学校の問題考えていただきたいなと思っております。そしてこの旭川においては、旭川市においては、西川市長というのが市長をやっております。この西川市長は第三者委員会の設置者です。この北西中学校いじめ問題の最高責任者であります。
我々一般市民がしっかりと北星中学校の問題をさまざまな方面で表舞台に叩き上げ、そして墓場まで持っていかれそうになったこの問題を表舞台に出すことに成功しました。そしてそれによって慌てて第三者委員会を法律にのっとって設置した、これが事件です。つまりこれから真実が明らかになる、これから調査が行われる、そういった段階であろうことか西川市長は来たるべき衆議院選挙に立候補する、そういった立候補表明を先日いたしました。立憲民主党の佐々木という既得権益の塊の後継者として立候補する、つまりこの北星中学校の問題解決、いじめ問題の再発防止よりも自らの出世、そして自らの利益拡大、そして立憲民主党の党勢拡大を最優先させるのが西川市長の実態です。そしてそれを後押ししているのがあの立憲民主党、野党第一党の立憲民主党の実態です。立憲民主党は平時から外国人の人権、LGBT、そういった人権問題を取り組んでいると自負している政党でございます。しかしながらこの自分のお膝元であるこの旭川で起きた北星中学校の問題に対し何ら興味を示さない、そして解決しようとしていない、自分の支持政党である支持母体であるこの教職員、そして行政、そういったところに対し強く強く追及しない、そして引っ張り出さない、そして立憲民主党は人権だ人権だというのを政権与党に対し振りかざす、全くもってダブルスタンダードとしか言いようがありません。このようにエセ派の人権である、エセ派の人権派である立憲民主党はこの北星中学校の問題解決する気はありません。だから ありがとうございます。だからこのいじめ問題の決着、そして真相解明、再発防止がまだ行われていないこの状況下において、市長という職を途中で投げ出し衆議院選挙に打って出る、このような暴挙、非人道的行為を平気で行えるのが立憲民主党ならびに西川市長の実態です。ぜひともこのような市長、この西川市長を大切な大切な北海道6区の大切な議席を絶対に与えてはならないと考えております。仕事をしない、そして子どもの命を軽視する、そのような立憲民主党ならびに西川市長に政治を語る資格はどこにもないと考えております。政治というのは国民の負託に応え、そして子どもの命未来を守るのが政治の役割です。それができない人に政治に関わるということは冒涜としか言いようがありません。ぜひとも本当にこの命の問題、北星中学校の問題、子どもの人権、未来を守っている政党並びに人物は誰なのか、これをしっかりと皆さんに見極めていただきたいなと思っております。立憲民主党並びに西川市長はそういった問題よりも立憲民主党のありがとうございます、ありがとうございます、立憲民主党のありがとうございます、立憲民主党の党勢拡大並びに自らの既得権益の拡大、それしか脳裏がない、脳裏にない、これが実態でございます。ぜひとも残念ながら西川市長は辞職する、そして衆議院選挙に出るというのは現実的に避けられない事態になってしまいました。ということは西川市長並びにその後継者だけは応援しない、そういったことがこの北星中学校の問題を軽視してきた全ての人に対する対抗策であります。ぜひとも西川市長並びに立憲民主党だけは応援しないようよろしくお願いいたします。これをしなければ今回亡くなられたお子さん、そして遺族の方は報われません。そして立憲民主党西川市長と同時にいじめの問題を真正面から取り組んでこなかった教員、そして隠蔽を行った教育委員会に対し懲戒免職という果実を与えなければなりません。ぜひともこれを実現するためには
学校現場に忖度をしない人物を市長にする、学校現場に忖度をしない人物を国政選挙に出させる、そして選出させる、これが唯一の解決の糸口でございます。そして我々は法律面でのバックアップ、法律面でのバックアップを訴えております。現在いじめを防ぐ法律はございます。しかしながらまだまだ不備な部分が多くあります。それを補填するためにさらなる法改正、そして厳罰化を訴えております。今回北西中学校の教員たちが犯してしまった隠蔽、そして旭川市教育委員会が犯してしまった隠蔽、こういったことをさせないよう法整備を進める所存でございます。それの街頭署名活動を今同時にさせていただいております。ぜひとも署名を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。ぜひともこの北西中学校の問題を単なるニュース、その一時のニュースで終わらせてはなりません。一人の命は失われた、何の罪のない女の子が亡くなってしまった、いじめによって亡くなってしまった、これをしっかりと我々は受け止めなければならないと思っております。皆さんの大切なお子さん、お孫さん、そして自分自身が同じ目に遭った時に他人事といられないはずです。ぜひとも自分のことと置き換えて、いじめが起きたらどうしよう、いじめをされた時どうしよう、そういう我がことと捉えてこの問題に対し関心を持っていただきたい。そしてこの問題に対し蓋をしようとしている全ての悪徳な公務員、悪徳政党に対し抗議の声、そして落選させる、懲戒免職させる、そういった声を上げていこうじゃありませんか。市民の声、そして世論が高まれば物事は解決します。現に私は元校長であったその金子氏、元校長の天下り社長を特定し、県務市長町役場の教育委員会まで抗議凱旋に行きました。そしてその一部始終をそのままネットに上げ、多くの良識ある日本国民のお怒りの声を集めることに成功し、その元校長の天下り先を潰すことに成功いたしました。そしてこの闇に葬り去られようとしていた北西中学校の問題、表舞台に出すことができました。そして第三者委員会の設置までさせることにも成功いたしました。やればできるんです。我々は声を上げ、我々は怒っているんだと、忘れていないんだ、風化させてはならないという声を最後の最後まで訴えることが最大の抑止力になります。ぜひとも皆さんのご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。子どもの命を守るためです。そして今回亡くなられた女の子、家族の無念を晴らさなければならない。そして二度とこのような惨劇が起きないよう、二度と被害者を出さないよう、そういった仕事をしない全ての公務員、そして立憲民主党を叩き出す、追い出す、そして法整備を行って隠蔽ができない社会を作る、隠し事ができない社会を作る、しっかりと教育現場を監視する監視社会を作る、こういったことを推進してまいります。皆さんのご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。